で、モデルさんの髪を見ていただくと、約1年前に、ブリーチしている履歴があります。根元の約10センチぐらいがカラーで染めていて繰り返している髪の毛で、ややグラデーションに毛先にかけて明るくなっている状態です。で、少しダメージはあるんですけれども、髪質は悪い方ではないので綺麗に染まるかなとは思うんですけれども、根元の薬と毛先の薬を分けて染めていきたいと思います。肌がすごく白いので、エフェクトモブを使ったことによって感触に触れすぎないように、うまくナチュラルも使いながら調合はしていこうと思います。私が選んだ根元の色はエフェクトモーブとバイオレットです。中間から毛先の色はエフェクトモーブとナチュラルとバイオレットです。先ほどの黄ばみの強かった髪の毛にエフェクトモーブを使って、今回バイオレットも使用させていただきました。それによってすごく黄ばみが強かった髪の毛に対してツヤを与えてくれて、モデルさんが肌が白かったということもあるので、肌なじみのいい仕上がりにさせていただきました。今回僕はエフェクトモーブに対してバイオレットを使ってツヤを重視して染めさせていただいたんですけれども、例えば透け感が欲しいっていうお客様も出てきたりしますよね。そういう方にはモノトーンと合わせて使ってあげたりすると柔らかい透け感が出せるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。エフェクトモーブで色にはまる。今回のモデルさんは1週間前にブリーチを18レベルにベースを作っています。毛先には少し残留が残っています。エフェクトモーブを単品で使用してクリアでちょっと薄めて、エフェクトモーブの上品な色を薄くのせて大人っぽい透明感のある女性像に仕上げていこうと思います。私がチョイスした薬剤はエフェクトモーブとクリアです。明るいトーンでもエフェクトモーブは少しアッシュが入っているために落ち着いた印象で、透明感を残した綺麗なパープルが表現できます。今回のエフェクトモーブは黄みを消すために使ったりとかもできますし、ナチュラル系だとしても 20% とか1対1とか入れたりとかして綺麗な黄みのないブラウンを表現する時も使ったりとかもします。エフェクトモーブは発色が綺麗なので、今回はクリアと3対1で割って品のあるモーブを表現しています。暖色との相性もいいので、肌なじみのいい大人な品のあるピンクアッシュも表現しやすいです。エフェクトモーブで色にハマる。モデルさんの髪の状態は根元の2センチが新生毛、それ以外の基線部の部分6レベルのナチュラルブラウンに染まっています。サイドと後ろに関しては新生毛になってます。今回はエフェクトモーブを使って日本人の赤みが出やすい髪質に透明感を与えながら、大人が似合うようなデザインカラーを発信していきたいと思っています。私がセレクトした薬剤はベースはエフェクトモーブとサファイアバイオレットで、ハイライトはエフェクトモーブとバイオレットです。今回のデザインなのですが、ベースカラーがダークなので、それ以外の部分にワンブリーチでハイライトを入れています。ハイライトは細かいこう筋状に入れているのではなく、広めのパネルでランダムに入れています。ショートカットはカットがレイヤーなので、カットが立体的でこう動いて見えるようにしたかったのでハイライトを入れてみました。ハイライトにオンカラーしたカラーはエフェクトモーブにバイオレットをプラスしました。日本人の髪やはり赤みが出やすいので、ワンブリーチだとどうしても赤みと黄みが出てしまうので、その色をより抑えて透明感を出すためにバイオレットをプラスしてみました。スタイリングの仕方によって見え方が変わると思います。ベースカラーの明るさによって他の色をバランスを変えてみたり配合を変えてみたりすることによって、より幅広いエフェクトモーブを楽しんでいただけると思います。エフェクトモーブで色にハマる。